ウィチタはアメリカ海軍の重巡洋艦。艦名はカンザス州ウィチタにちなむ。同系艦はない。ウィチタは当初ニューオーリンズ90巡洋艦の8番艦として計画されていたが、間もなくブルックリン級0巡洋艦に準じた艦型とニューオーリンズ90巡洋艦の兵装を組み合わせた形で建造されることとなった。その設計は基本的には 戦前の巡洋艦との接続となるものであり、また、ブルックリン休憩巡洋艦と設計において、相似点が非常に多くあったものの、ウィチタは新型の8インチ砲塔を装備し、対空用のマーク125インチ砲を8門装備、そのうち4門は砲塔内に、4門は露店で装備された。砲塔内に装備された4門のうち2門は対空射撃に、 都合の良い前後の手法と直後に装備されたが、このような航空船に配慮した並走配置は世界の従巡用艦史上初めてのことであった。もう二つは環境の両脇に装備された。また、露天の5インチ砲は艦中央部両源に2問ずつ装備された。機関では新型の高温高圧管が用いられた。 航空機の格納庫とカタパルトは完備に装備されたが、これも従順用艦史上最小である。兵装及び航空設備の配置は、後のアメリカ海軍の巡用艦でも採用された。またウィチタは、後に建造されたボルチモア級従順用艦のタイプシップとなった。ウィチタは1935年10月28日にフィラデルフィア海軍造船所で寄港し、 1937年11月16日に、ウィリアム海ワエジスター・プジンによって、命名、浸水した。1939年2月16日に、初代艦長タデウス・エートムソン大佐の指揮下収益した。偽装完了後、ウィチタはメキシコ湾へ向けて出港し、その後4月20日にテキサス州サンジャシントに到着。 三シンと戦績記念碑と戦争遺物博物館での県老記念式典に参加した。10日後、ウィチタ市議会議長から銀製食器指式を受け取る。5月1日にヒューストンを出港、成長公開を行いバージン諸島、キューバ、バハマを訪れ、その後北に向かい、フィラデルフィア海軍造船所で成長後の補修を行った。1939年9月1日に、 第二次世界大戦が勃発したが、ウィチタは信頼性試験を継続していた。およそ1ヶ月後の9月25日、ウィチタは大西洋艦隊の第七巡洋艦隊に配属され、フィラデルフィアを出港し、バージニア岬を経由、2日後ハンプトンローズに到着。10月4日にハンプトンローズを出港し、ヴィンセンスに代わって、紹介任務に従事する。 同任務を9日まで継続した後ハンプトン・ローズに戻り、12日にはノーフォーク海軍造船所に入り12月1日まで修理を行った。3日後ウィチタはキューバに向けて出港し、8日にグアンタナモアンに到着する。艦長のトムソン大佐は新たに構成されたカリブ海偵察隊の任務を命じた。同部隊はウィチタ、ヴィンセンスの巡洋艦に加えてボリー、 ブルーム、ローレンス、キング、トラクスタン及び偵察機部隊 VP-33、VP-51 から構成された。部隊は、グアンタナモアン及び、プエルトリコのサンフアンを拠点として活動した。部隊は、グアンタナモアンで1週間近く訓練を行い、クリスマスの4日前に、ウィチタは、キューバ水域を出発、プエルトリコ経由で2日後、サンフアンに到着する。 その後、バージン諸島のセントトーマス島を12月28、29日に訪れ、その後1940年1月2日までサンフアンに停泊する。3日にグアンタナモ湾へ戻ると、8日から訓練を行いその後24日に新たに構成されたアンティル諸島文献隊の機関としてキューバ水域を離れる。部隊は2日後に分離され、ウィチタは、 第82駆逐艦隊と共に1月26日から30日までミレムスタッドを訪れる。その後ウィチタはヴィンセンス率いる部隊と再合流し、プエルトリコ水域へ戻る。ウィチタはグアンタナモ湾からプエルトリコのクレブラ島にかけて訓練を行い、2月後半にハンプトンローズへ向かう。ウィチタは3月4日にノーホークに到着し、同書で5日間停泊。 その後フィラデルフィアに向かう。ノーフォークには3月末に帰還し、その後はハンプトンローズからの訓練を春まで行う。6月に入るとウィチタは南アメリカ水域でドイツのプロパガンダに対抗してアメリカの良き隣人たちへの騎士を鮮明にする役割を担うことになる。1940年5月にドイツ軍がフランスへの電撃戦を行っている間、 アメリカ合衆国のウルグアイ担当大臣エドウィン・シー・ウィルソンはモンテビデオで広がるナチのプロパガンダの様子を報告した。大統領と国務省は西半球に影響を広げるドイツに対して懸念するウィルソンの報告を重視した。重巡洋艦クインシーが6月20日にモンテビデオに派遣され、その10日後には第7巡洋艦隊司令、 ACP ン図海軍少将が座上したウィチタが、リオデジャネイロ経由で、クインシーと合流した。ウィチタとクインシーは、アメリカ軍の強さと行動範囲を知らしめるために7月3日まで、巡航を続けた。両艦は、リオグランデでソル、サントス、リオデジャネイロ、バイイ州、ペルナンブーコ州を訪れ、8月23日に、モンテビデオに戻る。その後は、 アルゼンチンのブエノスアイレスと再びリオデジャネイロを訪れ9月22日にハンプトンローズに帰還した。ウィチタはノーホークに1週間停泊した後ニューヨークに向かい9月30日に到着する。続く3ヶ月にわたってウィチタは主にバージニア岬沖の南部訓練海域で海軍兵学校の予備役制の訓練及び砲術訓練を行った。 1941年1月7日、ウィチタはハンプトンローズを出港し、4日後にグアンタナモアンに到着した。次の2ヶ月半もの間、ウィチタはカリブ海で艦隊訓練を行う一方、プエルトリコで上陸作戦訓練を行った。訓練を終えると、ウィチタはポートランドバイト、クレブラ島、グアヤニラ、ファラードローズ及びマヤグエスを訪問。 3月23日、ウィチタは、ブルックリン海軍交渉に到着した。ついで4月6日、ウィチタは、バミューダ諸島に向けて出港し、2日後に到着した。同地で、ウィチタは、従順用艦タスカルーサなどと合流し、北、大西洋を横断する1500キロの工程を経て、アイルランドに向かった。その後、ウィチタは5月17日に、ブルックリン海軍交渉に戻り、 6月21日にカンドックに入居した。7月2日に修理を終えたウィチタはニューポートに移動。7月27日、ウィチタはアメリカ軍をアイスランドに進駐させるインディゴ2作戦の一環として第16任務部隊に加わり、アイスランドに向かった。8月6日にレイキャビークに到着した後、8月20日にニューポートに戻り、 8月25日から27日まではカスコ湾に停泊した。ウィチタはプラセンチア湾に進出し、アメリカ商船も巻き込まれつつある。大西洋の戦いに備えて、デンマーク海峡とアイスランドの間を警戒するため、9月23日に戦艦ミシシピ、空母ワスプ、工作艦、バルカン及び4隻の駆逐艦とともにアイスランド近海に向かい、9月28日に、 レイキャビークに到着した。その2日前、大西洋艦隊の艦艇は、すべてのアメリカ商船を護衛するよう命令を受けた。これにより、アメリカ商船がドイツ及びイタリア領海軍により適正行為を受けた際、報告、または攻撃することが事実上認可された。この命令は、1週間後には、イギリス業輸送船団から早速適用され、2週間後には、 フランクリンディ・ルーズベルト大統領は適正行為を行った敵艦を発見次第攻撃せよと改めて命令した。ウィチタは白色パトロールとの相性が付けられた第7点を任務軍の一艦としてクバール・フィオルズルを拠点に1941年末まで停泊した。1941年12月7日、真珠湾攻撃によりアメリカは正式に大戦に参戦した。 1942年にスカパフローで撮影されたウィチタ。後ろに空母アスプが見える1942年1月5日、ウィチタはデンマーク海峡での訓練と紹介に向かい、1月10日にハバルフィヨルドに帰島した。その5日後、アイスランドは100ノットを超す暴風を伴った暴風雨に見舞われた。ウィチタと水上規模艦アルベマールは装備をし、 輸送船ウエストノーノも流された。ウィチタはうまく相関して、アルベマールとの衝突は避けられたが、ウエストノーノの側面とイチタの艦首が衝突。ウエストノーノが浅瀬に乗り上げて、沈没を防ごうとしている頃、ウィチタはイギリスのトロール船とも衝突した。みぞれまじりの風雨は夜になっても収まらず、視界はますます悪くなる一方だった。翌日に調査した結果、 ウィチタは衝突などにより、修理は可能だが、少なからぬ損傷を被っていたことが判明。ウィチタは仮修理のウェーブルックリン海軍交渉に向かい、2月9日に到着した。修理を終えたウィチタはニューポートを経て、ボストンに向かった。その後、カスコ湾で3月11日まで基礎訓練を行い、一旦ボストンに戻り、再びカスコ湾に向かった。まもなく、ウィチタは、 ワスプと戦艦ワシントン機関の第39.1任務軍に合流した。3月26日、ウィチタは在欧海軍部隊司令官に率いられ、ワスプ、ワシントン、タスカルーサ及び8隻の駆逐艦と共にヨーロッパに向かった。しかし、途中で暴風雨に見舞われ、その途中の3月27日、ワシントンの艦内からウィルコックス少将の姿が消えた。 タスカルーサがワシントンの左舷側から嵐の大西洋の中に人が転落するのを目撃していたが、それがおそらくウィルコックス少将だった。ウィルコックス少将の行方不明により、第39.1任務軍の指揮権は、ウィチタに座上するロバートシ・ギフェン少将に移譲された。4月3日、第39.1任務軍はイギリス系巡洋艦エディンバラ、ガンビア及び、 プロビッシャーと合同し、エディンバラの先導により4日にスカパフローに入港した。続く数週間の間、ウィチタはスカパフローを拠点にイギリス本国艦隊の指揮下で行動した。ウィチタは本国艦隊との訓練の後、4月28日に QP11 戦団と PQ15 戦団を護衛して武器対応の陸揚げ港であるムルマンスクに向かった。これに対するドイツ側の反撃は、 航空機と U ボートによって行われつつあった。しかも5月1日には船団を護衛していたイギリス船艦キング・ジョージ5世特畜艦パンジャビが衝突し、パンジャビが沈没するハプニングがあった。キング・ジョージ5世も損傷し、護衛の任務はデューク・オブ・ヨークに変わった。米英の艦隊は QP11 船団の護衛を完了すると聖ジス・フィオルズルを経由し、 ハバルフィヨルドに帰島した。一週間後、ウィチタはタスカルーサと共にアイスランドとグリーンランド間のデンマーク海峡を紹介した後ハバルフィヨルドに戻り、QP12 戦団と PQ16 戦団を護衛する米英艦隊の援護を行い、5月29日にスカパフローに帰島した。6月7日、ウィチタはワシントン、キング・ジョージ5世と共に任務部隊を構成。 12日に、ハバルフィオルドに向かい14日に到着したウィチタは、デンマーク海峡での紹介に出動。5月17日、ウィチタは、デンマーク海峡で、FW200 コンドルの爆撃を受けた、イギリス従順洋艦カンバーランドを助けた空、射撃を行った。3日後にも再びコンドルが襲来した空射撃を行ったが、撃墜はできなかった。相変わらず、 ムルマンスク域輸送船団に対するドイツ側の攻撃はやむことがなく、21日には、ウィッチタが戦亡橋を発見して、回避運動を行った。船団に合流したウィッチタは、翌日サンドコンドルと遭遇したが、対空射撃は行わなかった。ウィッチタは6月下旬に、ハバルフィヨルドに帰港し、セーディスフィヨルドに移動した後、p q 7船団の護衛に、 巡洋艦援護部隊の一艦として合流するため出撃した。戦団には他に戦艦2隻、空母、重巡洋艦、軽巡洋艦及び9隻の駆逐艦が護衛としてついた。戦団はソ連に対応する武器を搭載した36隻の輸送船とホーカーハリケーンを搭載した CAM シップで構成されていた。戦団の前途は棚で、 7月1日には早くもドイツ側に動きを察知され、U ボート軍に予想深度上に移動するよう指示が出た。この通信はウィチタで傍受され、船団は警戒を厳しくした。7月2日23時40分頃にはコンドルが船団の位置を連絡し、艦隊の出動を要請した。これを傍受したイギリス側により、トロンハイムの偵察が行われ、果たして、 ドイツ戦艦ティルピッツと従順洋艦アドミラルヒッパーおよび4隻の駆逐艦が港内にいることが確認された。コンドルというボートは次第に戦団の近辺に出没し、ウィチタはしばしば艦載機を飛ばして対戦攻撃を行った。コンドルは16時45分頃まで接触し引き上げていった。翌日、魚雷を搭載した25機の HE111 が戦断を襲い、 三隻の輸送船を撃沈。ここまでに前夜に攻撃された一隻と合わせて四隻の輸送船が撃沈されるか放棄された。ドイツ艦隊の脅威もあり、19時36分に戦団を分散させて各のソ連諸行を目指すよう命令が下され、援護部隊は西方に退避することとなった。ビチタも25ノットの速力で退避したが、スピッツベルゲン島南方で、 コンドルに発見された。ウィチタはタスカルーサと共に対空砲火でコンドルを追い払った。ウィチタは7月6日に援護部隊に合流し、2日後にハバルフィヨルドに帰島した。1週間後、ウィチタは第99任務部隊の帰還となり、19日にスカパ、フローに向かい21日に到着。翌日、ウィチタはロサイスに開港され23日に到着し、 同地のカンドックに8月9日まで入居した。ここで、ウィチタのプロペラに重大な損傷があることが判明した。損傷は20ノット以上の速力を出すのに支障があると判断され、アメリカに帰国して修理を行うこととなった。ウィチタがハバルフィヨルドを出港する際、トービー大将はウィチタを訪問して演説を行い、効率さと感の良さを褒めたたえた。 ウィチタは8月22日にニューヨークに帰島し、9月5日までブルックリン海軍交渉に入居した。修理後ウィチタは点検のためハンプトンローズに向かい、ついでチェサピーク湾にて砲撃訓練を行った後、9月25日から27日までボルチモアを訪問。その後、バージニア岬沖で訓練を再開した。10月5日、ウィチタはカスコ湾に向かい、 6日に到着した。同地で10月下旬まで、第34.1任務軍と訓練を行った後、ボストンで弾薬を搭載して、カスコアーンに戻ってきた。ウィチタは、オーガスタに座城する、第34任務部隊司令官、ヘンリー・ケント・ヒューイット少将の指揮下、戦艦マサチューセッツ、タスカルーサ、第8巡洋戦隊及び、第8、第11駆逐艦軍と共に、 統治作戦に参加し、北アフリカ戦線に向かった。11月8日5時40分、ウィチタは、総員配置をレシュカサブランカ周辺の海岸砲台と港内のビシー政権海軍艦艇を監視する任務に入った。ビシー政権側が曖昧な態度を取ったため、敵対行為とみなされ、戦闘状態に入った。これに対しビシー政権軍は、反撃に出てきた。6時23分、 ウィチタは観測機を飛ばして砲撃を開始した。この観測機をビシー政権側の D520 と P-36 が攻撃し、1機を撃墜して、もう1機は不時着水し、パイロットは両艦に救助された。7時4分に至り、カサブランカ港内に未完成の状態ながら並走があったビシー政権の戦艦ジャンバールが砲撃を開始。 これに対しマサチューセッツはすぐさま反撃し、タスカルーサもこれに呼応して、砲撃を開始した。7時6分、ウィチタはエルハンクにある砲台に対して、艦砲射撃を開始し、反撃してきたビシー政権機を撃墜。ついで、カサブランカ港内のビシー政権側の潜水艦と、新たな海岸砲台に対して、砲撃を行った。8時35分に一砲撃が中止されたが、 9時19分に再開。港内にいたびしい海軍軽巡洋艦プリモゲと駆逐艦に対し砲撃を行った。11時28分に、ウィチタは、エルハンク砲台の19.4ミリ砲の反撃により、ボート艦板に被弾し損傷。14名の乗組員が負傷し火災が発生したが、火災はすぐさま消し止められた。ウィチタは、潜水艦の来撃も受けたが、 日本の魚雷を回避した。その後もカサブランカ港内のプリモゲ及びその他の船舶に対して15時5分まで砲撃を加えた。その夜は野臭を避けるため洋上に出たウィチタはカサブランカ沖を紹介した後、作戦終了に伴って11月12日にハンプトンローズに進路を向けた。途中ニューヨークに寄港し11月19日に到着。その後、ウィチタは 太平洋戦線に投入されることとなった。太平洋戦線に転戦したウィチタは、その初戦として、最末期のガダルカナル島の戦いに参加した。1943年1月27日、ウィチタは、ヨーロッパ以来座城し続けている、ギッフェン少将の第18任務部隊に属し、ガダルカナル域戦団の間接護衛に当たるためヌメアを出撃した。予定では、 サボ島沖に待機して、日本側の反撃に備え、遅れて出撃するエンタープライズ機関の第16任務部隊が上空を援護することとなっていた。29日の昼頃から、ウィチタのレーダースクリーンには、正体不明の目標が探知されるようになった。やがて遊告になり、海画展に向かう第18任務部隊は、レンネル島近海で被害の落ち佐率いる、 第701航空隊と第705航空隊の陸上攻撃機体の攻撃を受け、レンネル島沖海戦の幕は切って落とされた。魚雷を抱いた立航隊は照明弾を投下しつつ突撃し、ウィチタはこれに対して対空射撃を行った。やがて、命中弾を受けた一機の一式陸上攻撃機がシカゴに体当たりし、シカゴの艦上で炎上。 これを目標にして突撃した一式立候が、シカゴに魚雷を2本命中させた。ウィチタは、光なりしたシカゴと共に激しい対空砲火を打ち上げ、2機の一式立候を撃墜。続いて出現した一式立候が、ウィチタに魚雷を命中させたが、不発に終わった。ギッフェン少将は被を命じ、従順洋艦、ルイビルがシカゴを栄光することとなった。しかし、部隊は、 翌30日に第751航空隊の立航隊に捕まり、シカゴには4本の魚雷が命中して、ついに沈没した。ウィチタはエハテ島で訓練を行った後、4月7日にニューヘブリディーズ諸島を出港して1週間後に、真珠湾に到着した。ついでウィチタはアリューシャン方面の戦いに投入され、4月18日にアダック島に向けて出港。同地で、 第52.10任務軍と交流指揮官となった。6日後、第16.14任務軍機関に変わったウィチタは、ルイビル及び4隻の駆逐艦とともに、アッツ島の西北西洋上に進出して、紹介を行い、4月26日にアダック島に帰島した。 ウィチタは、さらに第16.7任務軍機関へと変わり、5月29日から6月18日まで、ニューメキシコ及びネバダと共に、アッツ島の戦い後の洋上商会に参加。6月下旬は、戦艦と共にアリューシャン列島北方海域で行動し、第16.21任務軍機関へと変わった7月22日には、キスカ島に対して艦砲射撃を行い、 月末にアダック島に帰島した。ウィチタは8月中旬までアリューシャン方面で行動し、その後ピュージェットサウンド海軍造船所に開港され、9月4日から12月3日まで修理と改装を受けた。修理を終えたウィチタはサンフランシスコに帰港した後、12月7日に新寿湾に向けて出港した。1944年1月19日、ウィチタは マーシャル諸島進行に備えて、ハワイ海域で演習を行った。ウィチタは、戦艦2隻、空母バンカーヒル、軽空母2隻及び、駆逐艦9隻とともに、第58.3人無軍に加わり、作戦に参加した。シャーマン少将は、バンカーヒルを帰還とした。1月29日、バンカーヒル及び2隻の軽空母の関西域が、 クエゼリン艦将の日本軍施設を攻撃している間、ウィチタは護衛に専念した。1月30日から31日にかけては、関西機はクエゼリンの戦い及びマジュロへの上陸の援護として、エニウェトク艦将を空襲した。2月4日にマジュロに帰島したウィチタは、第58.2任務軍に移動。2月12日にトラック諸島を空襲するため出撃した。 トラックにあった日本艦船、陸上施設及び航空機はことごとく叩き潰され、これは第58任務部隊司令官マーク・ミッチャー中将の思いの丈であると解釈された。その夜、日本機は来撃機の野襲により空母イントレピットに魚雷を命中させた。ウィチタは臨時編成された第58.24任務軍を引き、イントレピットをマジュロまで護衛した。 一週間後の2月28日、ウィチタは、真珠湾に向かい、3月4日に到着した。3月9日、ウィチタは、第6巡洋戦隊の帰還となり、3月15日に、マジュロに到着した。3月20日、ウィチタは、パラオ、ヤップ島、ボレアイ干渉を攻撃する、第58任務部隊に随反し、マジュロを出撃。3月30日には、 関西機を発進させて、不時着水した歴ントン所属の TBF アベンジャーの搭乗員3名を救出した。第58任務部隊の一連の攻撃が終わると、ウィチタもマジュロに帰投した。4月13日、ウィチタは、ホーランディアとバクデ島への上陸支援のため出撃。1週間余り後の4月22日、第58任務部隊がホーランディアやその周辺を、 空襲し、その間ウィチタはニューギニアと北方海域を紹介した。第58.2任務軍はトラック諸島近海に戻り、4月29日にトラックに対して再度の空襲を行った。日本の雷撃機による反撃もあったが、ウィチタが手出しするまでもなくすべて撃退した。トラック攻撃の後、ウィチタは他の巡洋艦や駆逐艦と共にサタワン艦礁を砲撃した。 5月4日、ウィチタはマジュロに帰投し、その後クエゼリンに開港された。ウィチタはマリアナ諸島進攻作戦に備えて1、過月間訓練を行い、第53.108任務軍の一貫としてサイパン島に向かった。ウィチタはサイパン島の東南に位置し、6月14日には島の南部を砲撃。翌15日には、 南岸部の防御施設破壊の支援を行った。その夜、上陸部隊がいなくなって、空になった輸送船団を護衛した。6月16日には、グアムの日本軍砲台に対して砲撃を行い、サイパン島沖に戻ってきた。翌17日、ウィチタはマリアナ諸島西方海上で第58.7任務軍に合流し、3日間に渡り、 接近が予想される日本艦隊に備えて紹介を行った。6月19日朝から昼にかけて、ウィチタはマリアナ沖海戦に参加。日本機の反復攻撃を効果的な対空射撃で壊滅させ、これは後にマリアナの斜面取り打ちと呼ばれるようになった。ウィチタは少なくとも97式艦上攻撃機1機を共同で撃墜し、ウィチタの艦載機は、 日本側に撃墜されたアメリカ戦闘機のパイロットを救助した。海戦後、ウィチタは6月25日にはサイパン島沖に戻り、7月初旬まで輸送船と護衛空母を護衛した。ウィチタは所属任務軍が第52.178任務軍から第53.181任務軍に変更された後、7月8から12日まではグアムの西海岸を砲撃し、 13日から18日まではサイパント沖に停泊した。18日から8月前半まではグアムに対して至近距離からの火力支援任務を行った。ウィチタは8月10日にグアム沖を去って3日後にエニウェトクに帰島。8月29日、ウィチタは第38.1任務軍に加わり、パラオ、カロリン諸島、フィリピン及びオランダ領東。 インドへの攻撃に参加した。9月12日、ウィチタの関西機は、カモテスカイに、不時着水したホーネット関西機のパイロットを救助。2日後にもワスプ関西機の2人のパイロットと2人の搭乗員の救助を行った。第38.1任務軍は9月20日まで、モロタイ島の戦いを支援した後、再びフィリピン攻撃に向かった。9月21日、関西機は、 マニラを空襲し、飛行場と陸上施設に損害を与えた。これに対して日本の航空部隊は22日の夜明け前に反撃を試みた。ウィチタは7時34分頃と7時45分に攻撃を受けたが、いずれも撃墜されウィチタの至近距離に墜落した。第38.1任務軍は9月24日までサマール島沖にあり、セブ、ネグロス島、 コロン島を攻撃した後、9月25日にマヌス島に進路を向け、3日後に帰島した。10月2日、第38.1任務軍は沖縄攻撃に出撃。ウィチタは途中で悪天候に遭遇しながらもよく護衛の任を果たした。10月10日、第38任務部隊の艦載機は沖縄に対する空襲を行ったが、その最中の13時50分頃、 燃料を使い果たした、ビロクシー所属の OS にユーキングフィッシャーが、ウィチタの傍らに、不時着水し、ウィチタはこのキングフィッシャーを回収して修理した。第38任務部,部隊は続いて、アパリを空襲し、12日には、台湾を空襲した。一連の攻撃は、冷テ島に対するアメリカ軍の進攻の妨げになりそうな飛行場を破壊し、日本側はこれに対して、 航空攻撃を繰り返し、第38.1任務軍はそのほとんどを撃墜したものの、わずかな日本機は巧みに攻撃し、キャンベラが巨雷の命中を受け機関室に浸水したた炎上した。ウィチタはキャンベラの栄光に当たることとなり、2隻は軽巡洋艦3隻特逐艦5隻の支援を受け、戦場から下がっていった。同じ頃、ヒューストンが、 巨雷の命中により大破してボストン及び艦隊、タグボートに栄光されていた。10月15日朝、ウィチタは、キャンベラ栄光の任務を、艦隊タグボートに託し、第38.1任務軍に戻ろうとした。その頃、第3艦隊司令長官、ウィリアム・ハルゼー大将は、手追いのキャンベラとヒューストンを使って、廃山艦隊を作り出し、日本艦隊をおびき出そうと試みた。 ウィチタは廃山艦隊を間接護衛する任務に就いた。10月16日、台湾からの攻撃隊が廃山艦隊を空襲し、一部は2隻の軽空母の艦載機による戦闘空中紹介をくぐり抜け、そのうちの1機がヒューストンの艦尾に魚雷を命中させた。ヒューストンは観測機用の格納庫に浸水し被害が大きくなった。幸いにもそれ以上の被害はなかった。 ウィチタの艦載機は15時22分頃にカボットの戦闘機のパイロットを救助した。ウィチタは10月18日に台風に遭遇し、その3日後、ウィチタは敵手から無事逃れた元、廃山艦隊の護衛から離れ、第38任務部隊に戻った。第38任務部隊は10月20日に、レーテ島に上陸した部隊の援護を行い、 これに対抗して出撃してきた日本艦隊を迎え撃つこととなった。空母千代田10月24日、春勢大将は、栗田竹雄中将率いる艦隊の進撃に備えて、これまで空母の名をいに当たっていた戦艦や巡洋艦、駆逐艦を持って、第34任務部隊を編成し、司令官にウィリス・エイリー中将を任命した。春税大将は、当初、 第34任務部隊をサンベルナルジの海峡付近に待機させたが、南を行く西村昭治中将の艦隊は、第7艦隊指揮下の砲撃部隊で対処でき、栗田艦隊が空襲で引き返し再び投進しても、これも第7艦隊の砲撃部隊で対処できるだろうと考え、当面の撃破目標を北の小沢寺三郎中将率いる機動部隊に絞って北上した。 翌10月25日、戦況は、春ー大将のシナリオとは全く異なる様相を示した。栗田艦隊が、サマール島沖に出現して、護衛空母部隊を追いかけ回し、近景度中将の泣き事に加え太平洋、艦隊司令長官チェスターにッつ大将からの、第34任務部隊は、どこにいるか、世界がいぶかっているの伝聞を受け、ショックを受けた、春ー大将は、 空母部隊のうち1個任務軍と第34任務部隊のうちの戦艦と軽巡洋艦、駆逐艦を南下させ、ウィチタは残る空母部隊と共に北上した。駆逐艦初月午後遅く、ウィチタはニューオーリンズ、サンタフェ、モービル及び駆逐艦軍と共にローレンス・ティー・ディ・ー・ボース少将に率いられ北上を続けていた。その時、レキシントンの関西域が サンタフェ近くを飛行し、近くに空母が放置されていると報告。16時25分、ウィチタは目当ての空母チヨダを発見し、ニューオーリンズと共に砲撃を開始。サンタフェ、モービルも揃って16時42分頃まで砲撃し、チヨダは一方的に撃たれ続けた後、猛うたる煙と火炎を発しながら16時55分に沈没していった。冷凍機械船で、 アメリカ海軍は日本艦隊を叩きのめし、空前の勝利を収めた。小沢中将は千代田救援のために艦艇を派遣していたが、そのうちの一隻である諸月はエセックスの夜間戦闘機によって発見されていた。ウィチタ、ニューオーリンズなどデュボース少将の艦隊は夜間戦闘機に誘導され、18時40分頃に諸月を発見し、交戦を開始した。初月は 単よくうまく立ち回ったが、やがて従順洋艦からの砲弾が命中していった。ウィチタも19時10分頃から射撃を開始。それでも20時56分頃に諸月を撃沈するまで約2時間も費やされ、ウィチタではその最中に砲弾の断片で乗組員1名が負傷した。0手置き回戦が終わると、ウィチタは再び第38.1任務軍に加わった。 10月30日、サマール島東方洋上を行動していた第38.1任務軍は、神風特別攻撃隊ハザクラ隊の攻撃を受け、フランクリンとベロウッドに、それぞれ一機命中して撃破したが、それ以外の攻撃は、ウィチタ他の対空砲火で阻止した。10月31日に、ウルシー艦渉に進路を向け、11月2日に帰島した。 ウィチタは11月中旬に再び第38任務部隊に加わってフィリピン攻撃のために出撃する予定だったが補給の後にエンジン部が激しく振動する異常が見られ調査の結果シャフトが接損してプロペラにもダメージがあることがわかり高速航行は無理と判断されたウィチタは18日に部隊から外され20日にウルシーに帰投した第6巡洋戦隊司令官 チャールズ・ターナー・ジョイ・少将は帰還を、ウィチタからサンフランシスコに変更。ウィチタは開港前最後の検査で3番シャフトの破損が確認され、二軸運転により11月27日にウルシーを出港。エニウェトクと真珠湾を経由し、12月9日にサンペドロに到着した。6日後、ウィチタは、 ロサンゼルスにあるターミナル島の海軍交渉に1945年2月8日まで入居した。ウィチタは修理後2月28日に出港し、3月6日に真珠湾に到着した。5日後、ウィチタは真珠湾を出撃し、3月11日にエニウェト区で給油を行った後、3月20日にウルシーに到着した。翌日、ウィチタは 第54任務部隊に加わって、第二次世界大戦最後の戦いである沖縄戦に参加した。3月25日、ウィチタは第54.23任務軍と共に総会作業を支援。093に見張りが戦望橋を発見し、やがて魚雷が発射された。ウィチタは右方向に点出して魚雷を回避した。また、軽巡戦とイスも、 巨来の功績を発見するが命中することはなかった。この潜水艦は両49で護衛部隊は爆雷攻撃を行ったが沈めることはできなかった。午後に入り、ウィチタは沖縄の日本軍施設に対して艦砲射撃を16時30分まで行った。3月27日の夜明け頃から日本機の反撃が始まったが、ウィチタはそのうちの一機を撃墜した。 午後には再び砲撃を行い、さらには艦載機に爆弾2発を搭載して攻撃に参加させた。周辺海域が総海された後、ウィチタの砲撃は28日にも行われた。翌日、ウィチタは補給のため確保したばかりのケラマッ島に入ったが、その際、ウィチタがケラマッ島に最初に入ったアメリカ艦船であると無電で教えられた。補給を終えると、ウィチタは、 水中爆破班の支援のため出動した。30日、31日と砲撃を行った後、ウィチタは迫ってきた輸送船団を護衛するため内洋に出た。4月1日、この日は復活祭の日曜日だった。上陸部隊は沖縄の海岸を目指して殺到し、ウィチタは沖縄の南岸にある防御施設に対して8インチ砲から40ミリ機関砲まであらゆる砲を使用して、 砲撃を行った。正午までには弾薬を使い切ったウィチタは補給を行った上砲撃を続行した。2日にも砲撃を行ったウィチタは3日にはケラまで燃料と弾薬を補給した。ウィチタは家島近海に向かい家島近海での掃海作業を支援した。4日夜には 家島の日本軍防御施設に対して砲撃を行い、5日にはタスカルーサ、戦艦メリーランド、アーカンソーと共に第51.19任務軍を構成して、津堅島を砲撃する予定だったが、空襲により中止された。その夜、ウィチタは海岸砲台から反撃されているネバダを助け、海岸砲台に砲弾を浴びせた。4月6日には、 沖縄の東海岸沿いに施設、乗り物及び港湾施設がないか偵察を行った。その時、一機の霊戦が、雲間から出現し、ウィチタの完備めがけて突入してきた。ウィチタは、一瞬かじろいだものの反撃し、霊戦は、ウィチタの環境をかすめて撃墜され、粉々になって海中に墜落。ウィチタに、被害はなかった。7日、ウィチタは、中城湾に入り、 至近距離の敵と対決し沈黙させた。続く二日間、ウィチタは海岸砲台トーチカを破壊する砲撃を行い、4月10日にケラマに戻って補給を行った。翌日に砲撃任務に戻ったウィチタは、未だ残る日本の海岸砲台及びトーチカを破壊するため、4度の砲撃を行った。ウィチタの関西機はカモフラージュされた陣地や洞窟。 弾薬貯蔵庫及び、信用の発信基地を発見しては、ウィチタに砲撃を要請した。この間に、ウィチタは2度被弾した。4月27日には、喫水戦火に被弾して燃料庫を損傷し、4月29日から30日にかけて、寺まで修理された。5月12日には、空襲を受けたい空砲火を打ち上げていたが、味方の5インチ砲弾が、5社により、 ウィチタのカタパルトに命中し、その破片により12名の乗組員が負傷。うち1名の傷は深く、その夜に亡くなった。ウィチタは補給のために一度レーテ島に下がった後、6月18日に沖縄近海に戻った。沖縄戦終結後のウィチタは、沖縄西方の東、シナ海で作業を行う総海底の警戒に当たった。8月15日に戦争が終わった時も、 ウィチタは沖縄にいた。ウィチタはその後まもなく日本占領部隊に加わり、中条湾を出港して9月10日に長崎に到着、翌日第55.7任務軍へ配属される。長崎での停泊中に、ウィチタは日本軍により長期間拘束されていた戦時保虜およそ1万名を上官させ、本国に送還した。ウィチタは25日に佐世保に到着し、 4日間停泊した後29日に長崎に戻る。その後再び佐世保に向かい、停泊中の10月9日から11日の間に台風に遭遇する。ウィチタは台風による損害を被ることはなかった。ウィチタは佐世保での停泊している間、日本軍の無条件降伏に従い公安施設を呼び、船舶を検査した。その後11月5日に、 本国へ帰還する兵士の輸送命令を受ける。ウィチタは東京湾で燃料補給を行った後、サンフランシスコに向かい1945年11月24日に到着した。2日後にメアアイランド海軍造船所の監督入りし、補修とマジックカーペット作戦のための改修が行われた。12月1日に補修は完了し6日にハワイに向けて出港。 12日に真珠湾に到着し、その後マリアナ諸島に向かう。サイパン島で帰関兵を上艦させ、1946年1月12日にサンフランシスコに到着した。サンフランシスコを1月27日に出港すると、2月5日から9日にかけてパナマ運河を通過し14日にフィラデルフィアに到着する。その後第16艦隊に配属され、 ウィチタは1946年7月15日に予備役となる。1947年2月3日にウィチタは退役しフィラデルフィアで保管された。その後1959年3月1日に除籍され、同年の8月14日にユニオンミネラルズアロイ社にスクラップとして売却された。ウィチタは第二次世界大戦の先行で13の 従軍聖書を与えられた。この記事は、アメリカ合衆国政府の著作物である、Dictionary of American Naval Fighting Ships に由来する文章を含んでいます。ありがとうございます。